今年のメジャーチャンピオンシップ最初のマスターズゴルフトーナメント、いよいよ決勝ラウンドをご覧いただいておりますが、タイガーウッズ15アンダー、そしてロッカー、この最終組が7番のティーショットを割っています。タイガーはご覧のように左の林、松の中にティーショットを打ち込んでしまいました。ちょっとスタイミーになってますね、ピンに対しては。今日はこの7番ホールはバーディーがここまで13個、ボギーが10個。でもアイアンでこちら引っ掛けてるというのはちょっと意識し始めてますよね。そうですか、せっかくアイアンで打ってね、これだけ曲げるっていうのは、ジャック・ニクラウスはもうタイガーのこのような素晴らしい爆発というのはもう1年前から予想ができたと。もしもタイガー・ウッズが10ストローク離して優勝をするようなことがあったら、もう俺はさっさと帰るんだということを言っていますが、これ右から打ちます か, ですか。そうですね、左サイドは、ちょっと枝が低いですから、スライスを打つにしてもね、リングが上がってますから。先にロッカーが行きますね。7番ホールセカンドショット、割とこのグリーンのところですね。ライはお、手前でどうやらバンカーですか。まっすぐ来ましたけどね、普通これを見たら刻むというか出すだけにすると思いますが、タイガーはどうしますか、冒険するか。これもあの一番右サイドのバンカーありますね、そこからフックで行こうとするんですけど、フックできますね。バンカーに入るとちょっとパー取りにくくなりますよ、フックさせましたですね、やはりバンカー一瞬見えましたが、でもこの左のバンカーとか手前ね、こちらの方がまだ寄せやすいですね、ロッカーの方のバンカーの方がちょっと寄せにくいです、ピンに対しても距離がないですもんね、ワトソンです。これは8番ホール、バーディーを取りましたね。トリプルボギーの後8番ホールでバーディーを取り返しました。これはベルンハルトランガー15番ホール上からのバーディーパット、最近はご覧のように長尺のパターを使っています。やっと入った。これでランガーは今日だけですと4アンダーのペース、トータル2アンダーパー。さすがに全英オープンの右肩の痛みで棄権をいたしましたランガー。そしてニューヒーローのタイガーウッズが7番のグリーン方向へ歩いてきます。昨日までの3ラウンドでバンカーが1回だけですか。1回だけです ね, そ, うです。それ今日も2回。そうですね、したがっていかにこのショットが正確であったか。そうですね、最初は40を叩きましたが、その後はもう完璧でしたもんね、そうですね。今までいろんなトーナメントを見て、どの選手のプレーを見ても、完璧っていうのはなかなかないんですけど、40の後の昨日までのプレーっていうのは本当にこんなことがあるのかと思うぐらい完璧なゴルフだったですね、もう左のグリップは村上さん、かなりのフックグリップですね、タイガーは。そうですね、フェースも思いっきり開きますね、バンカーショットの中で もうウルトラシーンですね、本当開いて打つのはね、どうだ止まるか、いやいや奥ですが、いやよくスピンカーですね、そうですね。やはり今年は大西さん、この歴代のこのオーガスタのトーナメントの中でも、このグリーンの硬さはもう最高レベルじゃないですか。そうですね、オーガスタの方で言ってるんですけど、やっぱりグリーンの速さはね、もう例年速いわけです、この雨が降るまでのグリーンっていうのは本当に硬い感じだったですね、こちらはトム・カイト、今日4アンダースタート、現在7番を終了して4アンダー、8番の第3打になります。今日は1番手前のピンです。ナイスオン。今日は村上さん、昨日あたりですと2クラブぐらい違うんじゃないですかね、今日もここ軽いアゲンストになるでしょう、もう一番手前のピンです。手前から5ヤード。バンカーじゃなかったですね。そうですね。これはパターでいけますね。これはもう十分パターでいけますね、非常に短く買ってありますから。おっとここで、
ここに止まればまあいいでしょう。この前の6番のパー3でボギーを打ったばかりですから、ここは歯止めをかけていきたいところです。先ほど湯原プロから情報が入りまして、もうとにかく近くではとても見られないので先回りして双眼鏡で覗き込んでいるという湯原プロ、まだ真に取材中です。すでに日本のジャンボ尾崎は4日間、今日最終ラウンドを回りまして、今日78トータル12オーバーで4日間の競技を終了しております。16回目のジャンボのマスターズトーナメントはすでに終わっております。今日もパッティングリーンなどではファジーゼラーと冗談を言い合ったりですね、全くこう雰囲気は変わらなかったですけどね、あのそばにいる人も非常にリラックスしていると、はあ、いうことを言ってましたし、それからまあこのタイガーはですね、いつも自分がもう勝つということ以外全く考えていない、そういうことも言ってましたね。そうですね。ちょっと高くなっているグリーン、ここは風の通り道、7番ホール入ってパー、いやいや左オーバー、だいぶオーバーしましたよ、まだこの返しも簡単じゃないですね。そうですね、こうなってくると大西さん、トム・ワトソンのあのトリプルというのはこのトーナメントの流れでも大きいですね、返す返すも痛いですね、彼が頑張っているとちょっとね、ウッズも嫌な気持ちになると思いますが、ボギーだと1ホールで取り返せるんですけどね、はい、トリプルとなるともう3ホール変わりますからね。うん、この返しのボギーパットを入れました。まあ、タイガーを取材中の湯原プロは少し今日はテイクバックに時間がかかると、長く取ってると、したがってリズムがいつもと村上さん違うんじゃないかというようなことはね、ショットでですか、まあそれはしょうがないでしょうね、気持ちがそういうふうに現れてくるんですね、やっぱり少しでも慎重にというのね。ああグリーン上のパッティングのことだと、湯原プロから今情報が持ち上がりました。ああ、はい、まあ、ショットでもあのパッティングでも、やっぱりテイクバックそれはそれだけやっぱ慎重になりますよ、うん、でそれを逆に早くやりすぎると良くないんですよ、ロッカーは7番ホールパー、これでロッカー6アンダー、タイガーウッズは14アンダーということになりました。自分でこう丁寧にやってですね、はい、それでミスしたらそれを直すっていうかね、あのそうですからこう重圧かかった時にそれを自分で受けないで早くとにかくパッパッとやっちゃうのはね、次はずっとつながっていかないんですよね、はい、クロスハンドグリップになっています。トム・カイト8番のバーディーパット、しかも賞金を取ったり大活躍したんですが、はい、一番欲しいタイトルがここだったでしょう ね、 そうですね、惜しい時がありましたからね、はい、マスターズは本当にあの何回も優勝に絡んできたというケースがありましたからね、いつもいいスコアですよね、ただ本当に念願の全米オープンの優勝、これが本当に彼のゴルフ人生の中でも大きくものを言っています。レーマンです。残り202ヤード、13番、すごい、これはこれぞまさに神一重、クリークに入りそうなショットですね。これはウィリー・ウッズのバーディートライだったようですが、17番ですがやや奥にこぼしています。タイガー・ウッズのちょっとゴルフのリズムがやや崩れかけておりますが、それでもまだロッカとは8ストローク差、トム・カイトが8番でバーディーを取りました、5アンダー、そしてランガー先ほどバーディーパットをご覧いただきました、2アンダー、カープルズも2アンダーです。こうなってくると少しやはり、まあ出入りは激しいとはいえ、トム・ワトソンのこのね爆発力ですね、プレーぶりにも注目しなきゃいけませんね、特にやはりパッティングですね、このぐらいのパッティングがこの人は入るか入らないかでも
全く違いますから、はい、でも今年のパッティングはいいですからね、はい、9番ホールのバーディーパット、昨年メモリアルトーナメントで約10年ぶりの優勝しました。どうだ、やっと左、ボール2個分ぐらい弱いですよね。そしてレーマン、これが入ればイーグル、取りました。それでもプラス1、まあ、昨年の PGA のナンバーワンプレーヤーですね、はい、賞金王になって自信つけましたね、まあ、しかし開幕のメルセデスでね、あの2人のプレーオフ、まあ、タイガー・ウッズの前に彼はあのこのパー3で打ったんですが池に入れましてね、そうですね、その後しかしタイガー・ウッズがレーマンがあの池に入れてるわけですから、グリーンの真ん中を狙うのかと思ったら、もうピンにほとんどかぶって入りそうになったんですね、レーマンのなんか打ち直したショットもまた入りそうになってね、そうなんですね、まあ、アメリカのツアーの凄さですよね、そういう点が、はい、こちらはジェフ・スルーマン、現在3アンダーで回っておりますが、あ、9番パーです。これでフロントラインを割って3アンダーパーというジェフ・スルーマン、1988年の全米プロのチャンピオンです。まあ、でもこうして見てましても、はい、他の選手がですね、2桁に乗せられる人がね、はい、コスタンチのロッカー、あとトム・カイトですか、その辺 2,3 人しかいないでしょう、はい、ですから2桁を維持すれば勝てるんじゃないですかね、はい、この放送はオーガスタナショナルゴルフクラブからお送りしています。